ランボルギーニと手を組んだ BMW。歴史好きの車好きにとって、1978年の BMW M1 は忘れることのできない名車だろう。特徴の一つ一つに、語れるような物語がある。ミドシップされたエンジンだけ見ても、レーシングカー仕様と同じ名機。3.5L 直列6気筒 M88 型ユニットなのだから。 BMW M1 はツーリングカーレースで戦うために開発が進められた。ターボで下級しグループ5カテゴリーで暴れ回るポルシェへ対抗するために、ドイツ発となる量産のミドシップスーパーカーでもあった。しかし、1970年代後半の BMW にはミドシップシャシーの開発が難しく、 手を結んだのはイタリアのランボルギーニ。BMW がエンジンを供給する形が取られたが、生産に手間取り、最終的にはドイツのバウア社へ製造が任された。職人の手で組み上げられた直列6気筒ドアエンジンは、見事なシンフォニーを奏でた。右足へ力を込めれば、自然吸気らしく激しい空気のうなりが車内へ響いた。 最高出力は高動仕様で 277PS を発揮し、0時速 100km 加速時間は5.8秒。最高速度は時速 257km が歌われた。この M88 型ユニットは改良を受け、後に E28 型 BMW M5 と M635CSI へも搭載されている。 エンジンは扱いやすく、DMWM1 は当時としては、けうな普段使いできるスーパーカーでもあった。チーターへ手綱をつけて散歩させるようなものだったかもしれないが、ジュージアーロによる見事なスタイリング。インテリアは文化的。デザインが凝りすぎることはなく、それでいて特別感を醸し出す個性も備わる。 シートはツイード張りでダッシュボードのスイッチにはドイツ語で機能が振られていたドアは重厚な音を立ててしっかりしまった一般的なモデルから乗り換えても違和感の小さいキャビンだと言えるロードマナーも優秀路面が荒れていても乗り心地に我慢する必要はなしサスペンションは煮詰められ 高速域でもひたひたと路面をつかみ続けた。トランスミッションはドッグレッグパターンの5速マニュアル。ステアリングホイールへは路面やタイヤの情報が豊かに伝わり、シ,ャシーとのコミュニケーションは取りやすかった。この素晴らしいパッケージングを包み込んだのが、ジョルジェット・ジュージ・アーロ氏による見事なスタイリング。空力特性に優れ、 エアインテークが最低限に開けられ、カンパニオーロホイールが足元を引き締めた。BMW M1 と聞くとホワイトのボディを思い浮かべる読者も、多いかと思うがオレンジやレッドもよく似合う。比較的落ち着いた雰囲気のインテリアと好対照を生み出す。スタイリングはラテン系で確かにドイツ車というより、 イタリア車のような雰囲気を持つ。だが、それも魅力だろう。リアのバットレス交換に並ぶ BMW のエンブレムで、ランボルギーニに誤解されることを防いでいる。マニア水園の行動を走るレーシングカー。レース前提で生まれた BMW M1 ではあったが、倹約的な直列6気筒エンジンは信頼性に難があり。 どちらかといえばサーキットより行動の方が相性は良かった。しかし燃費が優れるわけではなく、修理部品は高額でもあった。生産期間は3年と短く、477台に止まった。一時は多くの人の記憶から消えたスーパーカーになったが、近年は再び注目が高まり、少ない台数と相まって価値は確実に上昇中。 行動を走るレーシングカーとしてマニア水園の一台になっている。現在は修理部品の入手が非常に難しく、維持自体が難しい状態にある。しかし、一度は運転してみたい特別な BMW だと言える。新車時代の車の話の評価は、BMW M1 はドライバーとマシンとが一体になった特別な感覚を与えてくれる。 レース前提の設計が施されつつ、偶然にも素晴らしいロードカーが誕生したようだ。過去最高のミドシップモデルと言ってもいい ?1980 年9月13日、購入時に気をつけたいポイント。メンテナンス感覚。現在残っている BMW M1 は2台として同じものはないと考えていい。 専門ガレージによる完璧な整備記録が残っていることを確かめたい。過去に生じた不具合も一式精査するべきだろう。修理部品の入手は難しく、別中での制作が必要なアイテムも多い。維持自体が難しい。エンジンコレクターズカーとしてほとんど乗られていない例が少なくない。そのため、 不具合が出るような距離を重ねていないことも一般的。長期間エンジンをかけないで過ごしてきた場合は、安易に指導しない方がいいだろう。内部を傷つけてしまう。ステアリング BMW 発となるラックピニオン式のステアリングラックを装備している。特に低速域では、滑らかにステアリングホイールを回せるのが正常。違和感があるなら、 整備不良を疑いたい。ボディとシャシーすでに40年前のモデルナだけに各部のサビは想定内。ハーネス類の状態もチェックポイント。ボディトリムや部品をバラす場合は割れないように慎重に行いたい。ロゴ BMW M1 ではロゴの一部で品質に問題があった。トリカラーのストライプの感覚が不揃いで、 M の文字の位置も狂っていることがある。事前にチェックしておきたい。専門家の意見を聞いてみる。ケビン・バード氏、バーズ BMW 社テクニカルディレクター。BMW が作ったフェラーリと言える車です。運が良ければ、BMW 水準の信頼性で楽しめますが、基本的には当時のフェラーリに近いと思います。 近年の価格は、カーコレクターによる投資目的の値動きです。安くはないので、事前に詳細な状態と履歴を確認することが不可欠ですね。知っておくべきこと。BMW は倉庫整理のために M1 のスペアパーツを所有しておらず、製造もしていない。現在、多くの部品はドイツか中国の委託工場から調達することになる。 古い BMW を扱う専門店では、すべての状態を確かめるために、車両を一度バラすこともあるという。M1 を日常的に運転するなら、メンテナンス費用として、年間5000ポンド、約83万円ほどの予算立てをしておきたい。可能なら、ダイアグノーシスを用意し、頼れる整備工場も見つけておきたいところ。 英国ではいくら払うべき ?30 万ポンド、約4980万円、49万ポンド、約8299万円。8万キロメートルから16万キロメートルほどの走行距離を持つ。レストアされた M1 を英国では探せる価格帯。ボディキットやスポイラーが全オーナーの好みで追加された例もある。 ある程度の整備も前提となる。50万ポンド、約8300万円、59万ポンド、約9959万円。走行距離の8万キロメートル以下の M1 が出てくる。執筆時には4200キロメートルという例もあった。多くがレストアを過去に受けており、仕様は様々。オリジナル状態のものも発見できた。 60万ポンド、約9960万円以上。オリジナル状態の M1 を探せる価格帯だが、ほとんど流通していない。ガレージで保管されてきた例が多い。走行距離が長い場合は、価格を釣り上げていると疑いたい。英国で掘り出し物を発見。BMW M1、英国仕様、登録、百七十九年。 走行距離、7800km 価格、549,439ポンド、約9,120万円。M1 としては平均的な走行距離。適度な頻度で走行してきたと考えられ、状態は良いはず。過去の整備記録を遡り、不具合の履歴はしっかり確認したい。